はじめにこのようなセレモニーを開いてくださったヤクルト球団関係者の皆様、本当にありがとうございます。そして最後までお付き合いいただきました DeNA ベイスターズファンの皆様、ありがとうございます。今シーズンをもちまして、坂口智隆は現役を引退させていただくことを決断いたしました。20年間も長い間プレーを続けられたのは、最高のチームメイトや仲間、浦田さんたち、とても多くの人に支えられてやってこれたのだと思っています。そして何よりたくさんのファンの方々に支えられなければ、ここまで頑張ってこれませんでした。近鉄バファローズに入団し、見て前魂というプロ野球選手としての勢いを、オリックスバファローズではもののふの心という戦う姿勢、心、そしてヤクルトスワローズでは不屈の魂という這い上がる力を、諦めない強さを与えていただきました。こんなにたくさんのファンの方々の前で、最高のチームメイトの前で、このようにユニフォームを脱げることをとても幸せに、誇りに思っています。最後になりますが、母や家族、仲間たちにはこれからゆっくりと顔を見て感謝を伝えていきたいと思っています。ヤクルトスワローズはまだまだ日本一へ向けて厳しい戦いが残っています。最後まで自分も共に戦った仲間をファンの皆様と一緒に応援していきたいと思います。本当に20年間ありがとうございました。